様々な木目木目調は木材の木目模様、または木目を印刷や塗装によって表現したデザイン。化粧材、化粧合板のほか、ビニールクロス、市販の木目調シール、カッティングシートなどもある。エボナイトにはマーブル模様のものがあり、これも木目調と称されることがある。建築物のインテリアのほか、自動車の内外装や鉄道の内装ではしばしば見られる。 自動車の木目調ステアリングには、天然記のものと、水圧転写などプリントのものとがある。木目調のピアノには、ピアノの表面に薄い結晶材が貼られている。また、二色の樹脂を混合、成形することで、木目調の表現を試みる技術もあり、プラスチック玩具などに用いられている。かつては、家電製品に木目調が用いられたこともあった。英語では、 木を用いた自動車は、ウーデーと木目調の自動車は、シミュレーテッドウッドグレインと呼ばれる。ありがとうございます。